長崎ちゃんぽんや長崎皿うどんなどが値上げになります。リンガーハットは二十六日から長崎ちゃんぽんや長崎皿うどんなど。七十一品目のうち、およそ六十五パーセントを値上げします。主力の長崎ちゃんぽんは東日本で六百五十円から六百八十円に。西日本で六百二十円から六百五十円になります。一方メルシャンはシャトーメルシャンなど。 ワインおよそ300品目と焼酎44品目を7月1日から値上げします。また、三つ間は穀物酢やリンゴ酢といった家庭用の31品目などを6月1日から値上げします。3社とも原材料費や物流費の高騰を値上げの理由としています。